リエかなえがお送りするハ「するハーミットタイムにようこそ」では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ「リエの話も聞いてくれよ」というギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください はい。皆さん、ハーミットタイムにようこそにようこそりエです。いやー、この前、あの、お花を買ったんですけど、シャクヤクをね、買いまして、いい香りが部屋中に漂っております。いやー、シャクヤク、ピオニーさんでいいのかな好きなんですよね。いや、バラは殿堂入りなんだけど、ピオニーめっちゃ好きで、香りがすごい好きなんですけど、えー、ピオニーさんの時期になってまいりました。 うふ <laughs> いや、あのー、燃えつきから復帰しまして、えーまあ、しかしながらちょっとペースを落としめで頑張ろうかなと思っており、えー、動画はね、まだあの、週1ペースまでちょっとあ上げられそうにないんですけれども、ラジオはね、なるべく毎週やりたいんですよ。なんかすごく気に入っててね。<laughs> <あれ> <laughs> ずっと気に入ってて。でも、それにしてはアニメの話しかしてないなってことにあの気づきまして、ちょっとあの自分の危機感を <laughs> 覚えているん <laughs> ですけど、なんで今日ちょっとアニメじゃない話を <laughs> 頑張ってしようかなと思うんですけど、えー、ここ数回ですね、あの、宣伝と言いますか、 募集を忘れていたので、えー、今回は忘れないうちに冒頭で、えー、募集をさせていただきたいなと思うんですけれども「えー、ハーミットタイム」にようこそでは引き続き皆様からのお悩みお便り募集してあります、えー、こんなことで悩んでおりますとか、えー、こういうことを話題にしてほしいですとか、えー、ぜひお気軽にお寄せください、えー、そろそろストックがまたつきようとしているので皆さん どうぞよろしくお願いします。え o ユーチューブでお,お聞きの方はこの動画のコメント欄、スポティファイでお聞きの方も、えー、そちらの Q&A のコメント欄までぜひお気軽にお寄せください。えー、ちなみにスポティファイの方のコメント欄は公開されませんので、えー、ちょっと手臭いです、恥ずかしいですという人はスポティファイの方をお勧すすめさせていただきたいと思います。えー、ということでですね えー、ゴールデンウィーク、皆様どうお過ごしでしたかいや、私実家に帰りまして、な、え、ん、ー、でかっていうと、まあ、大イベントがちょっと待ってたんですよ。えー、弟、家族がですね、まあ、関東の方に住んでいるんですけども、えーまあ、子供がいまして、小ちゃいちやつが。で、まあ、飛行機代がかからねえうちに一回 <laughs>、 旦那の実家にに行こううという話になったらしくですねでそれに伴い母親がおじおばを迎えとして派遣をするとそのためになんかレンタカーを借りてで空港であいつらを拾って長崎まで連れてってみんな大集結するという恐ろしいイベントが開催されるということだったので,で、えー、まあせっかくなので,で私も便乗しようかなと。 まあ弟の子供、要するに私の甥っ子も、えー、赤ちゃんの頃一回抱っこしに行ったきり、えー、会ってなかったって特にね、えー、生まれた時はあの病院に入れなかったので <laughs>、まあ、そういう時期だったのでね、えー、会える時に会っとこうとまあそういうことで、まあ、私も一緒に乗っけてもらってね、えー、長崎の実家まで行ったわけなんですよ。 いや、もうね、大変、大変ですね。あの年頃の子供。えー、よく泣くし、いまだに夜泣きもするし、まあ、走ってるけどよく転ぶし、みたいな。もう目が、目が離せないって、みたいな。いやー、すごく、 元気ももらえるけどパワーも持ってかれるなという印象でしていやよくこれを親は毎日やってるなと本当に感心をしたんですけどいや遊んでね甥っ子にね、えー、たくさん遊んでもらいましてね <laughs> あの子供って飽きるまで同じ遊びずっとやるじゃないですか、うん、それにずっと付き合いましてね、えー、遊んでもらったんですけどそんでねあのー まあ、例のごとく夜はみんなで酒を飲むんですけど酒を散々飲んだ後に母親と弟がなんか真顔で「<laughs> お前子供の扱いなんか妙に慣れてるな」っていう話よね <laughs> そういうことを言うんですよ。でちょっと私は「うん?」と思って「いやいや保育園で働いてたから鍛えてたからね」っていう返しで。 まあ2人は納得したんで、まあ、そこをスルッと流したんだけどもそのちょっと前にねあの母親にまあ私は婦人科に通っているのでまあいろいろ症状があるんで、まあ、そういう、まあ、相談までいかないけど、まあ、世間話っぽいノリで母親に報告があってらそういう会話をし,たしていたんですけどそのちょっと前にね。<laughs> そして母親があの いや、子供を産めばいいんだよ、早い話。とか言い出すんですよね。で <laughs>、あの、理屈としては、あの、正解なんですよ。ね。体の作り的に子供ができると、いろいろ休まるから、そうすればいいんだと。母親が言うに、ん。いや、まあ、理屈としては、あてなわかるけども、みたいな。なんかね、あの、やたら最近母親が私に子供を産ませようとしてくる現象、<laughs> ちょっとある。みたいな。 なんか孫が一人一人できてなんかちょっと味を占めてる感じがね <laughs> ちょっとあって今回もねなんか本人は本人私の母親はその何となくクールに振る舞ってるつもりなんだけど完全にはしゃいでるわけですよ <laughs> 彼女はあの何回もね弟家族の家に遊びに行ったり泊まりに行ったりとかして あの孫には何回も会ってるんでいや慣れてるっちゃ慣れてるんだけどその自分家に孫来るのが初めてだったっていうのもあってもう浮かれまくってるわけですもんおもちゃの買い置きがすごいみたいな <laughs> お風呂用のおもちゃもなんか複数あるみたいな <laughs> 浮かれまくってるんだよねいやーなんか嬉しいみたいでねまあ私も甥っ子に遊んでもらって楽しかったからまあなんとなく気持ちはわかるんだけどもなんかあわよくばお前も孫を 作ってくれみたいなね雰囲気を最近ちょっと感じるのでねそれをこうシュッシュッとこう避けるのに必死なんだけど <laughs>。よくさ家族で集まるとお前まだ結婚しないのかとかまだ子供産まないのかみたいな話題になるって言いますけどまあうちはなんか親戚も他にいないし。 私も親がもう離婚してるし、あんまりそういうことをむやみに言うもんじゃないって分かってる人たちばっかりがいるんで、あんまりそういうことをむやみに言う人たちは周りにいないんで、私はあんまりそういう攻撃、集中攻撃を受けることはまあ幸いにもなく今まで来ているし、まあこれからもまあそんなないだろうと思うんだけども。で、母親もあんまりね、その、一度だけも大昔言われたことあるんだよな、なんか。 孫の顔を見せてくれたら私も嬉しいと思うけどもって、極力、あの、本人はさらっと言ったつもりだと思うんだけど、一回だけ言われたことがあってお、おみたいな。<laughs> そういう人並みな部分もこの人にあるんだって思っ,ちゃったけど、もう最近ね、あの、孫できて、もハイテンションだから、もう浮かれちゃってね、お前も子供産めばいいんだ、みたいな <laughs>。言われるようになっちゃいましたから。 いや、私も好きなことばっかりやってきたし、好きなこととかやりたいことしかやりたくねえってタイプだから、子供が欲しければ今頃産んでるはずだし、別に私はいらねえからと思ってるん <laughs> だけど <laughs>。なんで、今後とも、そういう攻撃というか、弾をひュッと避ける日々がまあ、ちょいちょい続くかもしれませんから。 いやね子供ねあのー、嫌いいじゃないんですよ、ね、別にむやみに好きってわけでもないんだけどしつけの行き届いてない子供は本当うるさくて邪魔だなと思うんだけど <laughs> いやー保育園にね働かしてもらってたんでね4年ぐらいね実は保育士としてはではなくてね絵の先生みたいな大雑把に言うとみたいな感じでちょっと。 やららててもらっていたのってまあだから3歳4歳5歳くらいのお年頃の人たちと関わらせてもらっていたけども最初はねなんかいろいろ苦労したけどななんか男子がさ尻を触ってくるみたいな <laughs> それをどうやってやめさせればいいのかって、ね、悩んだ時期がありましたねまあ、結果的にはまあただ舐められているだけだからこっちともしても凄みを出せば良いとか。 そういうことされた時になんか真顔で、はっていう。<laughs> お前そんなことしていいと思ってるんですかって言えばまあいいだけの話だったんだけど。いや、でもね、勉強になったんだよね。当時の、その保育士の先生とさ、一緒にやるから、ああ、こういう風に子供と話をするんだなとか。あと、子供同士のやりとりを見ててもなんか勉強になったりね。あ嫌なことは嫌って言っていいんだって。 <laughs> むしろ言わなきゃダメなんだとかさ <laughs>。いや、でもいろんな先生てな子供騙しみたいな、なんか、子供魂みたいな、何々ちゃんは、こうこうこうなのかな、みたいな話し方をする人もいれば、普通に大人と変わらないように接する先生もいれば、あの、逆に男の子でもさん付けとバチコリした敬語を使って接する先生もいたりとかして、なるほどですね、と思いながら見せたんだけど。 いやーでもあの年頃の子たちが一番話が分かるやつらだなと私も思っててすごい好きやね、うんね。ジャッジしないしね。たとえなんか鼻水垂らしてもゲボ吐いたりしてもジャッジをしないからね。あの年代の人間の人は私は本当に好きです。いややっぱりね、子供もただ小さいだけで 普通に人間だし、大人とそんな変わんねえから、舐めちゃいけないし、舐めた口も聞いちゃいけないと、私はその4年で、本当に、まあもちろんそういう心持ちで望んだし、それで良かったとは思ってるんだけど、いや、尊敬すべき人たちだなと。より、思うに至った、なんかそんな4年だったね。まあありがたいなと思うんだけど、自分のはいりません。<laughs> <laughs> はい、じゃあ曲 <laughs>、行こうかな。 えっと、実はですね、前回、えっ、ー、と、本、おすすめの本みたいなのを、えー、話題にしたんですけれども、そういうお便りがね、複数来てましてっていうことだったんですが、えー、その中でお一人、ちょっとリクエスト曲をいただいていたので、えー、そちらの曲をね、今回かけようと思います。前回どうしてもね、TK フロムリンとしてしぐれ、<laughs> かけたかったんで、ね、かけられなかったんですけど、 えー、じゃあこの曲いこうと思います、えー。マックミラーでグッドニュース、えー。このリクエストをいただいた時ですね、えっ、ー、と、ミュージックビデオもリエさんの好き系かと思いますんで、ぜひご覧ください的な感じだったんですけど、ちらっと見てきました。割と好き系だったね、前半とか得意ね、うん。もうちょっと攻めてもいいけどと思いながら見てたけど、<laughs> ありがとうございます、えー。ということで、今回のお悩みいこうと思います。 ハ、えーミットネームにひまるさんいつもありがとうございます。えー、りいさんいつもラジオに Vlog ありがとうございます。こちらこそ。えー、相談と言いながら愚痴を吐いてる感はありますが、母親とまあ性格が合わず毎日1回お互いイラッとしています。<laughs> えー、一時は1人暮らしをしていたのですが、現在は実家で親のすねかじってるところありますが、 別々に住んでいる時は寂しがり戻った時は喜んでいたのに時が経つと性格が合わないところが際立っています例えば私が言うと聞き入れないのに他の信頼している人が同じことを言うと聞き入れ内容ではなく人で殲滅していまだに子供扱い私が話し出しても自分の話にすり替えたり 最後まで、ね、聞かず、勝手に解釈をして、的外れな答えが返ってきたり、嫌いじゃないし、年も年だし、心配だし、出ていくと言うと寂しがあるので、できるだけいがみ合わないようにと一緒にいるけど、これらを理解して共存するしかないのか、私がまだまだ未熟なのか、D さんから悟りのお言葉をいただきたいです。悟 <laughs> 私は悟ってるわけじゃねえけど。えー、ということなんですけども、 はあ、いやわかるなって思いながら <laughs> 読んでったけどこの私が言うと聞き入れないのに他の信頼してる人が同じことを言うと聞き入れるっていうのは私はんか前付き合ってた人と同じことがあったからわかるなーそれ腹立つよなーって思いながら <laughs> 読んでたんですけどいやー母娘関係やにひまろさんは女性なのかなってちょっと決めつけちゃってお話をしてるけどまあいろいろありましたね母娘関係問題で、ね。<laughs> <laughs> <laughs> いや私もねいろいろあったいろいろあった思ったんですよかみかみだけど <laughs> いや特にね違う高2か高3ぐらいもう受験受験生まっしぐらいみたいな時にねけん、えー、をしましてねもうそこからもうガチャ反抗期だったんだけど弟にね反抗期がなかった分なんか私がすごい悪いやつみたいになってて <laughs> それも納得いかなかったんだけど。 なんかねあのえー、高2の終わりぐらいに一校への先輩とお付き合うことになってその先輩も卒業するからいきなり遠距離になったんだよねだから電話をちょいちょいしててである時その電話代がねおかしいと言われて「いや1万超えてるんだが」みたいなお前の携帯代がっつって、えー、詰め寄られまして「あ電話代か閉、うん、まったな」と思って。 で、まあ思春期だし、私はもともとそのあんまりプライベートの領域に入ってほしくないタイプなんですよね。で、母親はそれをね、あんまり尊重してくれない <laughs> タイプなんだよ。私の感覚から言うと。もうずかずか入ってくる土足でってタイプなんで、あの、なんつうのかな。デリカシーがないというか、私の感覚から言うとっていう感じだったから、そこでぶつかっちゃってね、私はあの、いや、じゃ自分で金払うからいいじゃんって言うんだけど、 誰と話してるんだとかなんかそこをやたら聞,聞きに来るしつこいぐらい聞きに来る感じが、まあ、まあ嫌ですごい喧嘩になったことが <laughs> あったんだけどだたいあれぐらいからなんかちょっとねずっとギクしャクしてた感はちょっとあるんで、ねまあ、お互いの言い分とスタンスがありそれが真っ向からぶつかった事件っていうのはまあ昔あったんだけどでそれから大学が で上京してその長崎東京の距離をずっと保ちつつその距離があってても喧嘩ししたりとかしてたから <laughs> で,でも最近ここ数年はねやっとまともになってきたっていうかなんてつうのかなこう母親がここ数年急に投射費当社費っうか母社費150%で私と距離を取るようになってきてあれみたいな。 前のななんかづけずけ入ってくる感じがないぞみたいな。私はちょっとそわそわしだすみたいな。あと25%ぐらい近くてもいいんだけらって思いながら。<laughs> 親みたいな。誰かに何を言われ誰、何か言われたのかちょっと分かんないんだけど。まあ、あとはね、物理的にも金銭的にも助けてくれたりとかっていうのもちょいちょい続いたんで、なんかやっと、やっと素直に。 こう、母親が自分を思っているってことなんか理解できたのか、腑に落ちてるか、いや、それはな、頭では分かってるけど、いまいちこう、実感というか、体感というか、なんかストンと落ちてこないみたいなのが、<laughs> ずっと通じたんだけど、まあ、やっとね、今落ち着いてきて。まあ、ばあちゃんが死んだっていうのもね、ちょっとでかいんだよね。ば、まあちゃん去年の11月ぐらいに、 死んだんすけど。いや、今度順当に行けば死ぬのはおかんだから。まあ、本人や別に今でも健康じゃねえよとは言ってるけど。まあ一応生活に不自由はないし、元気だし仕事もしてるし。でもそれが、あと何年通過かはわからんから、まあ変な話、言い方は悪いけど今のうちだなって私も思ってるんで。 なんか、なるべく優しくしたいっていうか、あまり喧嘩しないようにしたいって、さっき意識してるって。まあ、なんとなく、仲良くできてんのかなと思うんだけど。いや、だからさ、あの、距離感とか、時間をかけるって大事だと思うんですよね。だから、私も、上京して、20年ぐらいいたのかなだから、20年ぐらい離れて、やっと初めて、福岡、長崎ぐらいまで縮い。 距離を縮められたくらい。だから、まあ、時間が解決するとは言わないけど、時間が経つことによってさ、なんかどっちかが丸くなったり、どっちも丸くなったり、どっちかの理解が深まったり、なんかいろいろさ、うう心境の変化とかを経てさ、うまくこう、テトリスのパピースがはまるっていうかさ、なんかそういう時も来るのかなと思うから。 にひまるさんはどうなんだろうな。私はこれを読んじゃうと、ちょっと離れてもいいんじゃないかなと思うんだけどね。そんななんか、剣を何個もまたほど離れなくても、自分の一人暮らしの場所も確保しつつ、ピュって行けるぞみたいな距離感を置いてもいいような気はするけどな。よくわからんけど。<laughs> まあ二丸さんの視点での話しかかか聞いいてないから分からんけどさまあ、でもさこの未だに子供扱いっていうくだりがあったんですけど結局親子である以上一生にひんまるさんは小川さんの子供なわけでだから子供扱いっていうのはまあ最悪一生なくなるかもしれないよなって思うんですよ 大人として認めてないみたいな、そういう意味での子供扱いっていうふうに、にひまるさんは言ってると思うんですけど、結局親から見たら自分が、特に母ちゃんだったらさ、自分が腹と股を痛めてるんだ子供なんだからさ、一生子供ですよねって思うから、まあそこもちょっと、えー、イラッとしても、 理解しまあただちょっと三姫さんの文面だけを見るとお母さんもだいぶ甘えてるような気もするからまあ辛くなるようだったらちょっと間間っていうか距離をあけてもいいのかなと思うけどどうなんですかね。<laughs> 私はあの大変この人生において親子関係で悩まされている大部分親子関係で悩まされているような感じもする。 から全然悟ってないんだけども、えー、まあ私の身の上話と私の考えとしてはそんなところです。<laughs> えっと、リクエスト曲がですね、えー、スカッとする曲お願いしますということだったんで、ご用意しております。<laughs> え、実はまたこれも先週の話になっちゃうんですけど、えっ、ー、と、前半の曲ね、バウンディがね、えー、裸の勇者流したんですけど、ママと裸の王様ってね、えー、大嘘こいてね、<laughs> 曲名を紹介してしまってね、大変失礼だったなと思ったんで。という理由は言い訳で、実はもう一個バウンディかけたいっていうだけなんだけど、スカッとするやつ、流しますよ。じゃあ今日はね、二曲目行きましょう、えー。バウンディでチェーンソーブラッド。いやー、カラオケで歌えたら気持ちいいだろうなーって思ってね。チェーンソーマンのね、第1話エンディングになった曲です。<laughs> 好きなんだよ。酒こればっか聞いてんだよ。 スカッとしてくれたら嬉しいですあ。ということで、ハーミットタイムにようこそ、ボリューム29以上にしようと思います、えー。冒頭でもお話をさせてもらいましたが、また募集しますよ。引き続き、ハーミットタイムにようこそでは皆様からのお悩み、お便り、募集しておりますので、えー、YouTube の民は、この YouTube 動画のコメント欄、 Spotify の民はこのエピソードの Q&A コメント欄までぜひお気軽にお寄せくださいちなみに Spotify の方のコメントは公開をされないのでちょっとは送るの恥ずかしい書くの恥ずかしいって方はぜひ Spotify からどうぞということで今回も最後までお聴きいただきどうもありがとうございますでは次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ